いや、その上のマスタークラス王も揺るがず、台風の目になるかもしれない。マスタークラス？ああ、新王チャンピオンシロナもそこに名を連ねている。シロナさんが新王地方でハイパークラス初戦を突破したサトシだが、その先にはまだまだ強敵が待っている。さあ、次の対戦相手は誰だ？